こんなちっこいやつをつけていきます。はい、こんなにたくさんありますが、俺が大和魂を見せてやる。どんだけ橋の使い方がうまいか。あの、撮影しながら組み立てるのってなかなか大変だなと思ってます。皆さんこんにちは、サファイアです。今回は、今までにやったことのない企画、チャレンジをちょっとしてみようかなと思っています。ここにね、横に並べています。これね、全部ねデスクトップコンピューターのパーツです。で、これを全部自分で組み立ててコンピューターを作ろうではないかということをね、今日はやっていきたいと思います。やっぱ YouTuber たるもの、カメラの使い方ももちろん知っとかなきゃいけないけど、パソコンの使い方も知っとく必要があります。編集するときとか、やっぱ古いパソコンだと結構時間かかったりするので、まあ今回ね、この新しいパソコンを組み立ててサクサクと動画編集できればなと思っております。で、まあ最初に言っときますが、僕は素人です。まあ素人でも自作パソコンできると僕は信じてます。はい、じゃあですね、まあここにねあるパーツ、せっかくなのでちょっとね、皆さんに一つずつ紹介をしていきたいと思います。じゃあまず、CPU、 こちらがですねインテルの Core i7-9700K になります。で、料金が、$408.59。あ、すみません、これ全部あの Amazon から僕仕入れてて、で、海外に住んでいるので、あの円計算ではなくてドル計算になります。次、GPU がギガバイト、これロープロファイルの方です。GeForce GTX1050T になります。で、料金が$157.98。で、次、マザーボード、 ASUS のプライム Z390A ATX です。で、料金が$174.85。じゃあ次、メモリはコルセアの LPX3000MHz8GB を2枚購入しています。まあ合計で 16GB になるようになってます。で、料金が$77.99。次、電源、これもねコルセアの RM850X、料金が$99.99。次、 CPU クーラー、こちらがですねクーラーマスターの i71C の RGB です。で、料金が$16.42。そして、ケースがですね、ちょっとねこれ読み方あんまりわからないんだけども、多分ターマルテイクかなの、V200ATX のミドルタワーになってます。で、料金が$74。で、次、最後、これ、CPU グリス、アークティックというブランドの MX4 というものです。料金が$9.99。で、これ全部足して、合計が$1019.81になります。まあ、日本円で言うと、まあ、大体10万前後になるかなと思います。はい、ではですね、早速、組み立てていきたいと思います。ではまずはマザーボードを開けます。おお、なんか中になんかすんごいたくさんいろいろ入ってるけど、まあ、とりあえず全部出しちゃいましょう。さあ、じゃあまずこのピンを上に上げまして、と、はい、ここにね CPU が入ります。えい、で、これを閉めると、勝手にね、あの上の蓋がね取れるようになってます。はい、こんな感じです。 OK。で、今回使う CPU はCPU クーラーは、こちらのこういったやつです。
あ、これバックプレートですね。このバックプレートは必要かも。チャチャーン。で、あのこれをつけるとね、光ったりもします。これをね、後ろに当てます。はい、くっつけたらまた元に戻します。よいしょ。で、次この CPU クーラー、つけるんですけども、はい、もうね、裏の方にグリス塗ってあったので、このままつけます。さあ、あとは、ネジでね、締めていきます。まあ、ちなみに使うものはもう本当にね、こういうプラスの工具だけです。で、締めるときは、あの対角線上にね、あの均等に締めていきます。長いやつじゃないとかなり締めにくかったです。もうちょっと長いプラスが欲しいな。かなり締めにくいですが、まあいいでしょう。で、このコードはマザーボードの方につなげます。で、つなぐところはもうすぐ CPU の CPU クーラーのすぐ横にピンがあります。ここにつなげます。 OK、 つながりました。さあ、じゃあ続いて、こちらのメモリ2枚を挿していきます。で、このマザーボードは、片方だけピンがね、あのずれるようになってるんで、ここにね、あの切りかけがありますんで、これをマザーボードの切りかけとしっかり合わせます。はい、最後までカチッと音がして、ここの横のピンがしっかりと締まるまでやってあげます。 NEXT。じゃあもう一個の方もつけていきましょう。 OK、 これでメモリはつけ終わりました。で、メモリをつけるときは、今回スロットね、4つあるんですけども、もうこんな感じで1個ずつ飛ばしてつけるような感じになってます。さあ、次は、ケースにマザーボードをつけていきます。で、ちょっとね、場所が狭くてね、これを扱うときは、うわ、でかいぞ。おお、ピカピカです。この4つのスクリューで、グラスが取れるようになってます。ガラスを取って、中がこんな感じ。外側のね、ケースをね、取ったらいいと思います。まあ、ネジ2本だけで取れるんで、はい、取れた。こんな感じになってます。さあ、ではですね、マザーボードをつけるんですけども、このね、つけるときにこれスペーサーがないと、マザーボードが直接ケースの金属部分に当たると、電気ね、ショートしたりとか火災の原因になったりしますので、必ずついているかを見てから取り付けていきますよ。このケースの中に入っているネジを使ってネジ止めをしていきます。で、説明書見ればね、どれをつけたらいいかって書いてあります。こんなちっこいやつをつけていきます。見えるかな。ネジ止めをしていきたいと思います。でも、やっぱ思った、あのね、こんなね、短いね、ドライバーよりね、細長い方が全然やっぱり使いやすいです。これはね、ここの部分はね、まあ、ない、取り外しできるから便利やけど、うん、短い、見て、もうね、ネジが、あ、これネジじゃねえ画面越しで見てたらこれネジに見えたけど、これネジじゃなかった。ネジがね、ここにね、落っこちてね、もう全然くっつかないドライバー、本当に。どこ行った？あ、これや、これこれこれ、これね、落っこちちゃってね、もう絶対手では取れない位置に行っちゃったんすよ。俺が大和魂を見せてやる、どんだけ箸の使い方がうまいか。I am Japanese。 俺が本気を出せばチョップスティックなんて簡単よ。来るぞ来るぞ、来たー。
取れました。でもピントが合わない。これが証拠。はい、取れました。期待してたのに。あなたにはがっかりだわ。 I'm so disappointed。 ふん。さあ、じゃあ次は電源ユニットをつけていきたいと思います。で、コードがね、こんなにたくさんあります。はい、こんなにたくさんありますが、僕のパソコンで使うのは、多分ね4本ぐらいだと思います。はい、4本、まあ電源のメインを入れたら5本ぐらいかな、多分。はい、では早速つけていきたいと思います。じゃあこっち側も OK、 ちゃんと入ってるかを確認します。どんどんいっちゃいましょう。 OK、 ちょっと下のコードで見えないからこうやってやろうか。はい、入りました。さあ次は SSD につなぐやつをつけていきます。これはここに来ると。 OK、 そしてこいつも、これもね、6ピン、これは CPU クーラーをキラキラさせるためのアイテムなのです。よいしょ。 OK、 まあちょっとごちゃごちゃしてるけど、 とりあえずこんな感じでしょう。じゃあちょっとホース類をまとめて、これをねケースに入れてネジで締めたいと思います。 GPU のコードも、あるんですけども、今回ね、僕が使用するのはロープロファイルのやつなので、コードは使いません。電源ユニットをケースの中に入れていきます。で、ファンはね下向きにしてます。ケースの下にね、スペースがありますので、エアフローを良くするために。 OK、 こんな感じでしょう。そして、こっち側のここに、4つねスクリューがありますので、穴に合わせて本締めしていきます。4箇所全部締めていきます。さあ、そしてこの辺にわちゃ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 しているものを、ちょっとねまとめて、必要なものはマザーボードにつけていきます。こういうわちゃわちゃしてるやつを。で、こんなにたくさんコードがあるんですけども、だいたいね裏の方のピンを見ると1箇所だけ穴が開いてない場所があるんですよ。で、そういうところをマザーボードのポートマッチさせれば大体合います。だから間違えることは多分ねあんまりないと思います。結構ね名前もこんな感じで書いてあるんで、配線ね同じように名前が書いてあるもの同士をつなげればね大丈夫です。さあ、じゃあ今度は、SSD をつけていきたいと思います。で、ちなみに今回使っている、SSD は前のパソコンから持ってきたやつなので、新しくは購入していないです。ケースのここに、まあ、直接つけれるので、これをこんな感じでつけていきたいと思います。僕やりながら思ったんですよ。撮影しながら組み立てるのってなかなか大変だなと思って、 YouTube 見てこういうのってやっぱ勉強したりとかするんですけど、みんなねいろんな撮り方あるんだけどね、まあどうせならおしゃれに撮りたいからさ。さあ、 SSD つけたのでしっかり動くようにケーブルつなげていきましょう。そしてもう一つこれもつけていきます。 SSD の搭載完了。さあ、続いてこのグラフィックボードをマザーボードにつけたいと思います。つける位置はここ
で、ここのねいらないものを取っていくんだけども、実はトラブル発生なんです。これはあの上にシュッとして取れるものではなくて、折ってバキッてこれを取るような感じになってたんですよ、今見たら。でなんとこっち側には折れなくなってて、多分ね、多分こっち側には折れないです。でこれわかるかな、これわかるかな、このマザーボードに余計なものがついてるんですよこれね、マザーボードについてるこれがちょっとまあおしゃれっちゃおしゃれだけど、この段階になってまさかのトラブルです。いやー、もう一回このマザーボードを外すとなったら大変なので、めんどくさいんで、これをね逆折りでバキッとやってみたいと思います。多分僕のやり方は間違ってると思いますが、はい、やってみようとりあえず。あ、そして先日買ったこれ、はい、ゴリラパッド、こんな感じで使えます。めっちゃ便利。グッジョブ。さあ果たして取れるのか。うわー怖い、サーチ不足ですね、ここで来たサーチ不足、勉強不足ですよ。外すか、まあ、指一本ぐらいのスペースができたので、これでね多分ねこのこやつが取れると思います。ちなみにね、2本取らなくちゃいけないので、これを2本取っていきたいと思います。きたー、はい、ちゃんと内側に曲がりまして、っていうかなんでこんな作りにしたんだろう。最初の方にも言ったんですけど、僕こんな感じで大規模に組み立てるの、まあ、正直初めてなんですけど、パーツはねやったことあるんですけど、全部をこんな感じやったのは実は初めてで、やってるうちに気づいたんですよ。めちゃくちゃ楽しい。まあね、これを見てる人はね関連動画でもしかしたら上がってくる可能性もあって、普段僕の動画を見てる人たちはこれを見てはぁって思ってるかもしんないけど、なんか自作興味あるとか、そういう人、機械興味あるとか、多分絶対共感できると思う。共感できる人みんなコメントください。これにはドラマがあると、ぜひコメントたくさんください。自作怖いなって思うかもしんないけど、意外とね簡単、やり方さえ分かればね。やる前に、まあ、どれだけねやっぱ事前に動画見たりとか情報収集するかでかなり変わってくると思います。ちなみにイジイジしてる時にちょっとね切っちゃったんですよ。はい、ノーペインノーゲインです。全ては経験からものを学びます。さあ準備が整いました。こちらをですねつけていきます。これもねしっかりと引っ掛けを下げて、切り掛けをしっかり合わせて入りました。そしてもちろんこっちのね新しくつけた方もネジ止めしていきます。 OK、 ネジ止めも終わり、 GPU の搭載ができました。さあ完成しました。いやーこれでもし立ち上がれなかったらもうねショックだな。さあドキドキの瞬間です。
hits that smile. Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style. So something must be up keeping you down. You a queen that... 皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、今回初めて自作 PC 作ってみましたが、まあ事前な知識もありながらの自作パソコンなので、まあまあそれなりにすんなりいったかなと思います。で、あと僕思ったんですよ、これ作りながら YouTube を見ていたらどんな DIY でもできるんじゃないかと。まあね、いろんなことにチャレンジしてみてください。そして YouTube を大活用してください。きっといろいろDIY ができると思います。 Instagram、Twitter、イチアナライブもやっていますので、皆さん興味があればぜひ見に来てみてください。また次の動画でお会いしましょう。 Peace。